はい、瀬田市の角谷です。今回もですね、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、全くね、その健康になるとかどうこういう話ではないんですが、ちょっとありがたいことに取材を受けることとなりまして、どういったものなのかというと、なんかちょっと前にですね、僕動画出て、なんか元プロボクサーと対談とか、有名女優と対談とか、何々の雑誌に掲載されるとかっていうのは、大体営業は来るんですけど、自分から何十万も払って載せてもらうみたいなのが流れなんですけど、今回のものは本当にご連絡いただいて、一切費用いただかないですという形で掲載していただけることになったので、でしたらすいませんお願いしますというのでね、掲載していただくことになったんですけども、どういうサイトかって言ったら、このね、下の概要欄にリンク貼ってるんですけど、ホスパスさんと呼ばれるところでね、何かって言ったら、僕みたいなって言ったらすごい語弊があるのかもしれないですけど、医療従事者の方、特にというか、もう医療系の国家資格を持った方で、病院の外で活動されている方を取り上げる、サイトを運営されているそうで、本当に見てたらね、普通にお医者様もそうですし、理学療法士さんとか看護師さん、作業療法士さん、同じような柔道整復師、あとは何やろな、救急救命士、救命救急士、わかんないですけど、とかっていう方もね、いろいろ載せられてて、その中になんでか僕が選ばれて、連絡いただいて取材をいただいたっていう形なんですけども、なんで記事自体はですね、ちょっと時間がかかるということで 2,3 ヶ月なんで、多分いつやろうな、10月とか11月、年内にはまあ出来上がるということやと思うので、その時にはまたこうやって告知させていただいてね、せっかくなんで見てもらえたらと思いますし、また事前にもね、見ていただくと、僕以外の方とか本当にね、いろんな僕みたいじゃないちゃんとされてる方がすごい載ってるので、もしよかったら見てもらえたらと思います。そもそもなんでそのね、見てもらったらわかると思うんですけど、すごい真っ当な方たちがいる中で、なんでここなんっていうのはね、思って聞いたんですけど、いやもう全然いいですというのね、わざわざ心よくいただいたので、じゃあというのでお願いしてね、今回記事にさせていただけることになったんですけど、なのでまたね、公開されたら、こうやって動画に出して告知しようと思いますし、事前にもね、見ていただければいろんな方見れると思いますし、もしかしたらみんながみんなね、僕みたいな整体やってる方ではないですけど、整体の方とかもいてますし、もしかしたら、このね、ありがたいことに僕を見ていただいてもいけないんですとかいう方とかも、そういうなんとこを見てもらって、自分の近いところにもしかしたら、僕と同じような方はさすがにいないと思います。こんなむちゃくちゃな人いないんですけど、しっかりされてる方とかも掲載されてるんかなと思うので、そういった意味でもしね、名刀してもらって会うような人がいれば、行ってもらってもいいのかなと思います。ただ僕は全く面識のない方なので知らないですけど、一つ何か指標になるかなと思うので、もしよかったら見てみてください。はい、じゃあですね、今回も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。